これは一筋縄ではいかないなと。安全、安心、かつ耐久性の高い構造物を作る必要があると。名古屋と神戸を結ぶ総延長およそ 174km の新名神高速道路、大阪府茨木市から高槻市方面に向かう上り線、普段目にする光景と一線を画す壮大な斜面が広がっています。原萩谷トンネル、総延長 3057m の創設トンネルで、神戸方面にあたる西側の工区1315m を藤田が担当。ここは採石の採掘場跡で、その採掘によって鉄壁のような乗り面ができていました。その直下にトンネルを作るということで、これは一筋縄ではいかないなと思いました。多くのトンネル工事を担当してきた末松は、初めて現場を見たとき、そう直感したといいます。これだけの高低差がある乗り面、それに合わせて落石の危険、こういった特殊な立地条件の中で、これが果たして安全安心なものになるんだろうかなと。工事中と開通後の安全を確保するため、工事着手前に専門チームによる地盤調査を実施。その調査ボーリングに約1年を費やしました。調査ではトンネル入り口予定位置の真上に巨大な地滑り地盤があることを確認。一方、一部で地滑りの影響がない場所も判明しました。上り線には影響を及ぼさないということで、上り線の先行着手に踏み切りました。安全を確保しながら、まず上り線を掘り進め、400m地点で避難用連絡口を作業車両も通れるように大きく掘削し、下り線にアクセスしました。大口から約 400m 入ってしまえば、その地滑りの影響もないと。そして上下線のトンネル工事を進めている間に、並行して大規模な地滑り対策を講じます。斜面上部の地滑り箇所の大部分を除去、また集水井戸と水抜きボーリングを施し、地下水位を低下させ安定化を図りました。下部のトンネル入り口付近では土を盛り、滑りを抑制。さらに180本ものグラウンドアンカーを斜面に打ち込み、滑りを抑止しました。土を盛ったことで70メートル伸びたトンネル入り口付近では、地盤改良やトンネルの強度を高めることにより、完成後の安全を最優先する設計にしました。これらの作業には地滑りの危険性が常に伴うため、 ICT 機器を用いて従業員の安全確保に努めました。上りと下りを同時施工、かつ表回りでは地滑り対策も同時に施工したということで、通常のやり方に比べて約12ヶ月短縮できた状況です。このような大規模な工事では、何よりも工事中や開通後のリスクを読み取り、誠意と熱意と創意工夫をもって同じベクトルで目的に向かうことが大切と末松は言います。それでは今日も一日ご安全に。ご安全に。将来、それを使った人が万が一にも怪我をしてはいけない、将来に憂いを残さない、安全安心かつ耐久性の高い構造物を作ること、それが末松の信念であり、藤田の使命です。